こんにちは、山遊びのたけしです。はるかです。はい、今回は福知山市にあります星野テラスオートキャンプ場というところに来ています。はい、でね、12月中旬でかなり寒い時期になってきました。今回は、ニトリで入手しましたあのダッチオーブンを使って、無水カレーを作っていきたいと思います。楽しみやな、うんうん、焚き火の火を使ってゆっくりゆっくり煮込んでいって美味しいカレーを食べたいと思います。では早速やっていきましょう。イエイ。ではまず、材料紹介からです。材料を教えてください。はい、トマト缶、トマト缶一応2つと、はい、玉ねぎ、玉ねぎ一応3つ、無水なんで、うん、野菜からね、水をな、と、はい、かぼちゃ、かぼちゃと人参、人参と、にんにく、にんにくと生姜、生姜と鶏肉、鶏肉、もも肉、はい、と、カレール、カレールと、クミン、クミンな、はいはい、スパイスの、これを入れると本格っぽくなりますって書いてたから持ってきたのと、あと普通に油だけです。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、材料切れました。はい、さあ焚き火の火を作ってます。はい、ではダッチオーブンを乗せてきます。いいね、うん、かっこいい。ちなみにこのニトリのダッチオーブン1200円です。おすすめです。玉ねぎ投入。おお。今度入れた方がいいかな。はい、鶏肉投入です。なるほどね。で、これはそんな、どう染み込むかな。おー、おー、よいしょ。人参とかぼちゃと、いいらしいので、はい、信じて信じて待つだけ。はい、並行してお米を炊きます。今日は 1.5 合です。じゃあ一瞬確認します。お、大丈夫でした。めっちゃいいんじゃないですか。では40分経ちました。いきます。蓋を、はい、オーブン。わー、美味しそう。めっちゃ美味しそう。だいぶ水分は少なめ。水分は少なめですか。だいぶ馴染ませれるかな。あ、でも火が強かったかな。まあ、まあでもできてるのはでもいい感じやな。うん、いや絶対いいと思う。ではいただきまーす。わあ、おいしそう。いやー、あーあー、わあ、はい、うん、うーん、うんうん、甘、
なやっぱ野菜の水分だけやからさ、ギューってなってる。すげえ。うん、今まで食べた人参で一番美味しい。わかる。うまっ。マジか。やっぱめっちゃうまいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。というわけで無水カレー大成功でした。いやほんまにうまかったな。いい。冬にいい。焚き火で作ったカレーっていう、うん、家のカレーとはな、全然違うな、ま、って便利やな。美味しかった。ダッチオーブン、うん、なまた使ってみたいな。これがあったらいろんなものができそう。色々レパートリーが増える気が、うん、またねこんな感じで美味しい料理動画出せたらいいなと思いますんで、また次も見ていただければと思います。では今日はこの辺で、あとは楽しんでゆっくり寝たいと思います、うん、ありがとうございました。